はい、皆さん、名古屋でございます。名古屋の今ね、東横インホテルで、なんと私の大の仲良しの、神尾君と一緒におりましてね、言いたい放題チャンネル、どうもこんにちは、神尾さん。こんにちは。はい、初めての出演ということで、はい、今回はね、今日はもうアップしますから、木曜日は、撮って、木曜日アップというね、木曜日じゃないか、今日は土曜日ですね。土曜日ですね、はい、というような感じです。で、神尾さんというとね、僕の星空ちゃんで、最近ね、風っぽくてね、声が低くて申し訳ないんだけど、それをいつも見てるんでね、天体望遠鏡も、なんと、何でしたっけ、見てるの、元セレストロンの20センチ、おーすごい、うん、スカイウォッチャーのドブソニアン、あとは、あれですね、ビクセン、ビクセンの80センチ、80センチ、82か、80センチの天文台みたいなね、それを持ってるんですね。そんな感じでね、今日は星の話をほんの少しと世界情勢の話をしてもらおうと思っております。よろしいでしょうか。はい、それではね、これは言いたい放題チャンネルという話ですので、行ってみましょう。はい、言いたい放題チャンネル、もういいですよ、よく分かってる。それで、ね、正直言ってね、まず最初に簡単にこれ済ませないと言いたい放題なんでね、望遠鏡を新しくしたセレストの20センチ、はい、まだね、使い切ってないと思うんですけど、はい、どうですか、第一印象は、まあ、すごく綺麗に見えて、うん、まあ、すごくね、もっと空の澄んだところで見たいなっていうのが、ね、まあ、そうだね、はい、うん、それでね、やっぱりね、僕としてはちょっとね、どういうふうに感じるかなと思ったら、20センチのドブソニアを持ってて、はい、20センチのセレストマンを、はい、どう、この違いって、なんていうんですかね、クリアさがまず違うっていうのと、あ、まあ、あとね、なんていうかね、まあ、同じ星団を見てもやっぱり綺麗さが全然違う。まあ、そうだね、補正レンズがある分だけセレストロンはね、はい、いいよね、うん、まあ、今低倍率が出ないのがちょっとね、はい、問題だってことだけど、その分はドブソニアンがカバーしてるのかな、はい、うん、そうですね、まあ、このドブソニアンの方もね、もうちょっとなんとかならないかなみたいなことは考えてはいるんですけど、まあ、これ以上お金を加えるのもちょっとね、もったいないな。まあ、だからドブソニアンで言えてることは、最低倍率を作れるってことが確かだから、はい、確か焦点距離は1000ミリぐらい、1200か、はい、F6 あるんだ、はい、じゃあ、F6 だったら1200だったら、そうだな、40ミリの30倍になるのかな、はい、そしたら40ミリがあれば30倍、最低倍率だから、はい、約算定ですね、うん、だから最低倍率を楽しめるようなものですよ、はい、ですね、うん、あと高倍率に対応が、まあ、一応できるのがセレストロンの方の積み重ねですから、はい、惑星から超星雲星団まで、はいはい、見れるということですね。まあ、高倍率の方は、うん、まあ、なんていうんですかね、まあ、5ミリとか、うん、まあ、よく出して、まあ、3ミリまでのやつなら出せるんで、すごいよね、まあ、ちょっとね、過倍率気味なんだけど、まあ、一応は出せる。でもね、僕思うのはね、20センチの最大、有効最大倍率のトップってのは400倍なんだけど、はい、ね、200倍なら完全に使えるでしょ、あ、はい、うん、それで300倍でも OK だから、はい、それこそ木星の縞模様とか、はい、土星の滑進流によって円形の改変とか、はい、要するにそういうところも観測ができるんだよね。これがすごい、まあ、うん、またあれですね、まあ、今もう時期が終わっちゃったからちょっと、まあ、そうね、はい、自動推理でね、練習をしておくと、はい、写真は無理だけど疲れないで星は見れるからね、はい、これいいですね、はい、ということでね、3分30秒だけ、2分30秒だけちょっと星の話もしましたけど、この時間は皆さんはその世界情勢とかそういうのがものすごく気になるん で、なんと神尾君は国防の師なんですよ、はい、すごいね、もう本当に大体国防の、自衛隊のその一座と、ね、その、まあ、国防女子たちと中国人と同時に乗り換えをやれるっていうか、ね、それで今なんだろうな、日本から考えて一番の話題って何だ、この日中韓関係で、やっぱりセドリー、それとなんだろう、一番の関係は、一番注目してるのはやっぱ商社問題、あ、そうだね、うん、あとは尖閣諸島の中国の、そうだね、進んでる話ですかね、うん、でね、これもうちょっと言ってる話だから答えは僕らが決まってるんだけど、例えば神尾さんとしてはどうしたらいいと思いますか、これまず日韓問題から、まずいろんな日韓問題ですが、もう極論から言っちゃえば断交断交なんですけど、まあ、それは絶対にね、うん、日本の経済とかでも無理なんで、うん、まあ、いい意味で距離を置く、そうね、だからまずね、まあ、断交って簡単に言うとね、やれそうでやれづらいことがいっぱいあるんだけど、それでも安倍政権としてはやっぱり勇気を持って、はい、ダメージは韓国の方が大きいから、はい、どっかで一回ね、大使を召喚するか、はい、またはビザ渡航、ビザなし渡航を中止するとかね、はい、やっぱりやんなきゃダメですよね、はい、だから徴用工の問題とか、これからまたね、数週間すると大問題になってくるから、はい、確実に向こうは資産を抑えますから、
抑えて取ったら取ったもの勝ちで、あと日本がその分、うん、あれしろっていうふうに言われるのも分かってる、はい、アメリカではね、僕らがこの話をするとみんなあのすごいんですよ、過激で、はい、うん、要するに攻撃したいなんて言ってるね、はい、あの要するにあの海軍 の, あの、はいはい、人間のトップとかね、攻撃したいって言って、はい、もう韓国なんてのは、ね、もうやんなくて、台湾と同盟組んで、はい、それで攻撃すればいいじゃないかと、はいはい、うん、それで占領して、要するにクーデターを起こさせてて、軍は基本的には掌握してるんだよね、アメリカはね。あ、はい、うん、あのだから韓国軍とアメリカ軍っていうのはあの強い絆があります。なぜならば韓国軍のトップっていうのはあのアメリカですから、はい、これが、ね、大きな問題で、日本は、ね、ちゃんとね、はい、あのいろんな左翼が言うかもしれないけど、日本のトップは日本なんだけど、はい、韓国はアメリカがトップだ、はい、じゃあなんとそうなの、はい、要するにあの全部 あの指令はアメリカだから、はい、ところがなんでこの間見たレーザー照射が起きたかって言ったら、はい、韓国軍の権利をムンジェインが韓国を使ってやったんです、はい、要するに軍をね、だからアメリカ軍は掌握してないから怒ってる、はい、だからアメリカ軍があの韓国国旗を出して日本に来るんだったら、はい、あの擁護できるんだけど、はい、それもしてないでアメリカが知らないことを勝手に言うなよ、はい、ですよね、うん、あれもね、本当ね、レーダー照射の問題でも韓国の船は空を飛んでたのかなって、そう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 思いましたけど、写真の出たのと本物と、まあ、飛行機の機体が違うんだよね、はい、全然ね、うん、いやだからね、その今の、まあ、中国のファーウェイ問題とかね、それもあるけど、はい、やっぱり最大の問題というのは、中国はアメリカが同盟組んでないから、はい、牽制できるんだよね、はい、だけど韓国はね、それができないところを調子に言ってるね、はい、うん、だからムン・ジェインとあとキム・ジョンウンっていうのは、もう基本的にもう今あのキム・ジョンウンの方が全然上の立場だね、はいはい、うん、だから北朝鮮で統一しようっていう形になってるんで、はい、これももう完璧なんですよ、はい、うん、だからそれはね、行ったね、あのマシャンたちでよく、ね、北朝鮮行くのね、はい、ツアーみたいなんで、はい、それで行って写真撮ったら現地の事情した人間は分かるんだけど、北朝鮮っていうのは日本の報道と違って完全に裕福です、はい、裕福っていうか韓国、はい、うん、これをね、やっぱり、ね、考えなきゃいけないね、はい、農村部なんかほら、もう食えない人間いっぱいいて、あれ多そうだよね、そうですか、うん、あの本当に普通に田園があって、はい、中国とこの国境が良くないんだよね、うん、あ、はいはい、だから中国人が悪いだから中多分このホテルたくさんいるかもしれませんあんまり言えない、はい、だから日本のね、あの日本人のことと韓国、中国のことをよくアメリカ人が言うんだけど、はい、あの僕らがなりすましが多いとかね、はい、だって韓国人は日本人になりすましてんじゃねえ、はい、うん、そんなこと言うぐらいなんだよね、はい、うん、面白い話が一個あったのが、はい、あの一時ね、あの韓国の大学、はい、アメリカの大学に韓国人が来て、はい、でこれ本当の話ね、はい、まだみゆちゃんが大学に行ってた当時、はい、あの要するにね、あのそのお国自慢の発表する時間があったのって、はい、それでみゆちゃん以外のもう一人の、ね、日本人学生が、はい、日本はね、あのやっぱりね、なんだかんだ言ってもアメリカに来てもらうって自慢することなんか何もありませんと、はい、本当にアメリカは素晴らしい国で日本見習いたいみたいなことを言ったわけ、はい、でこれリップサービスって謙虚なんだよね、はい、そしてみゆちゃんがああそうだなと、でもいや私は日本がいいとこあるけどと言おうとした時に、はい、周りのね、あの変な話だけどアメリカ人が素晴らしい日本はなんでこんな謙虚なんだそしたら韓国人がね、はい、いや韓国もね、まあいいことはありません、アメリカに来てって同じように言ったんだよね、はい、あのそれ言うと受けると思ったら、そしたらかわいそうな国だなって言われるこれで、ね、韓国怒っちゃって、はい、そこから大学来なくなっちゃった、そうですね、要するに韓国人にとっては、はい、なんで日本人だけ、はい、あのそんな風にね優遇されるんだっていうんだよね、はい、でまたね面白かったのが、あの韓国人が日本の、ね、和食がすごいと、はい、日本人がすごいって言ったらそりゃそうだよって韓国人が作ってんだからというロスで、はい、そしたらみゆちゃんが言っちゃってね、いやあの日本人の作ってる和食もっと美味しいんだよって言ったらそうだそうだになっちゃって、はい、うん、だからそんなのがね、あの他の国で行われてるってこと自体がやっぱ問題だよね、はい、うん、まあヨーロッパなんか行ったけど、やっぱヨーロッパのフランスはね、韓国人日本人どっちも嫌いなんだ、あ、はい、日本人名なんだ、ただあの北朝鮮の人たちは大事にされてる、真実を知らないといけないかなっていう気がしましたね、はいはい、ごめんなさいね、なんかね唐突にね来てもらって僕は一方的に話しちゃってでも天体望遠鏡の話も聞けたし、はい、あの現実的なそういうね、うん、あの世界情勢の話もできました、はい、うん、あの神尾さんはあのね、まあ、あの本当もう本当にとっても仲良しで2つ以上の趣味が一緒なんでこれからもね、はい、よろしくお願いします、はい、また機会があったら、はいはい、お願いします、はいはい、それではもうね時間になっちゃうので楽しみがもっと喋りたいんだけど、はい、今アンドリュー・ロージャーハウスに困ってやつをという感じで
ね、また来週です。さようなら。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。